皆さんこんにちは。ブルーライト横浜で活躍した歌手でおなじみの石田あゆみさん。石田あゆみが緊急逮捕の実態、萩原健一と離婚を選択した原因について紹介します。まずは石田あゆみさんの経歴とプロフィールから紹介します。石田あゆみは1964年にビクターから歌手デビューしました。どちらかというとタレントとしての活動がメインでしたが、歌手に専念するため1968年にコロンビアに移籍しました。橋本敦史堤恭平コンビを起用し、6月に発売された移籍第1弾太陽は泣いているがスマッシュヒットとなりました。同年12月に発売されたブルーライト横浜は100万枚を超える大ヒットとなり、歌手石田あゆみのイメージを確立しました。その後コロンビアには1980年まで約12年間在籍し、31枚のシングルと約10種のアルバムをリリースしています。現在は女優としてのイメージが強いですが、 NHK 紅白歌合戦にも10回出場するなど歌手としての十分な実績も残しています。石田あゆみは以前萩原健一さんと結婚していましたが離婚しており、萩原健一さんの逮捕との関連性は根拠のない噂とされています。歌手で俳優の萩原健一さんが2019年3月26日都内の病院で消化管管室腫瘍のため亡くなりましたことが28日分かりました。68歳です。葬儀は家族だけで営まれました。証券の愛称で知られ、グループサウンズブームでは沢田研二と人気を二分しました。70年代はドラマ太陽に吠えろや傷だらけの天使などを皮切りに個性派俳優として活躍しました。個人の意思に従いお別れ会やしのぶ会などの予定はありません。所属事務所によると萩原さんは11年に消化管管室腫瘍と診断されました。しかし本人が強く希望し、病名の公表は控え続けました。関係者によると萩原さんは今月24日には妻の理香さんと共にスポーツジムに通うなど元気だったが、その翌日の25日に自宅で倒れ、都内の病院に救急搬送されたという。翌26日午前10時30分理香さんに看取りられ、静かに息を引き取りました。理香さんは最後はとても穏やかで安らかに、ゆっくりゆっくり眠るように息を引き取りましたとコメントしました。私生活は3度の結婚4度の逮捕で常に騒がしかったです。75年にモデル小泉一汁さんと結婚しましたが3年後に離婚しました。80年には女優石田あゆみと結婚し4年後に離婚しています。現夫人のモデルの富田理香とは11年に結婚しました。83年にはインドコルカタでチャリティーコンサートを行った3ヶ月後にアサ不法所持で逮捕されました。翌年には飲酒運転で人身事故を起こして逮捕されました。その翌年には女優倍賞光子とのツーショット写真を週刊誌に撮られて激高し、カメラマンと編集者に暴行して書類送検されています。04年には再び交通事故を起こし現行犯逮捕しました。同年途中降板となった映画のプロデューサーに脅迫電話をかけて恐喝未遂で逮捕されました。歌手俳優としてそれぞれ一度は頂点を極める一方で、度重なるゴシップで私生活にもスポットが当たり続けた文字通りの個性派スターでした。1979年頃歌手から女優業へと活動の場をシフトされると、野獣刑事、男は辛いよ、虎次郎紫陽花の恋、家宅の人などの映画で栄えある賞を受賞され、名実ともにトップ女優の地位を確立された石田あゆみさん。しかしそんな石田さんのプライベートは波乱に富んだものだったようです。石田さんは1980年5月27日証券こと俳優の萩原健一さんと結婚されています。お二人は1977年テレビドラマ祭り囃子が聞こえるで共演されると、1978年3月には熱愛が週刊誌で報じられるのですが、萩原さんはこの時モデルの小泉一汁さんと婚姻関係にあった上、2歳になる娘さんがいたことから石田さんのお母さんが結婚に反対。それでもお二人は順調に愛を育まれ、約1年の同棲生活を経て
1980年4月4日に婚約会見を開かれると、石田さんは2年前誤解されていろいろ書かれたが、1978年妻子ある萩原さんとの交際が報道されたこと、一緒にいて安心感があったと萩原さんと結婚を決めた理由について明かされ、萩原さんも独身だと下着を自分で洗ったり、約1年前結婚指輪をあげた次の日から石田さんに下着を洗ってもらっているとおっしゃったのでした。ちなみに会見では淡々とした印象を与えていた石田さんでしたが、会見が終わり記者たちが機材を片付けている時、石田さんと親しい記者から「あゆみちゃん結婚おめでとう」と声をかけられると、石田さんは手で顔を覆い涙がポロポロとこぼれていたそうで、萩原さんとの結婚には万感の思いがあったようですね。こうして結婚された石田さんは芸能界を休業、事実上引退、萩原さんの「引退」という言葉は使わない方がいいとのアドバイスで、表向きは休業でしたが、その言葉通り程なくして芸能活動に復帰されています。姉さん女房の石田さんとやんちゃな萩原さんのラブラブプリはおしどり夫婦と言われ、幸せな家庭を築かれていると思われたのですが、なんと結婚3年目の1983年4月萩原さんが朝所持で現行犯逮捕。当時の週刊誌の取材によると、萩原さんは1980年黒澤明監督の映画影武者に出演された際、共演者から朝を譲り受けていたようで、その共演者が魔所持で逮捕され、そこから芋づる式に逮捕者が出る中、萩原さんにも疑いがかかり、代々木の自宅マンションで石田さん立ち会いのもと麻薬取締官が家宅捜索をすると、リビングのテーブルの上にむき出しのまま置かれた魔樹脂 12g が発見されたのでした。そしてちょうどそこに帰宅した萩原さんが朝が自分のものであることを認め、萩原さんの手に手錠がかけられると石田さんは泣き叫び崩れ落ちたのでした。その後萩原さんには懲役1年執行猶予3年の判決が下り、1年間は全ての芸能活動を休止せざるを得なくなるのですが、離婚がささやかれる中、石田さんは他人様からどんなにバカな男と言われても彼は私の夫です、見捨てることはできませんと萩原さんをかばい離婚を否定。しかし萩原さんは執行猶予となった後も石田さんの注意を聞かず、お酒を飲み歩く生活を続けると、1984年2月には飲酒運転でパイクをはねる事故を起こしてしまい、道路交通法違反と業務上過失致傷罪で逮捕、執行猶予が取り消され実刑判決になるかと思われた中、罰金8万円の略式起訴で済んだのですが、魔所持の時には萩原さんをかばい続け耐え忍んでいた石田さんも、事故後には何も言うことはありません、もう呆れましたとコメント。実はほぼ同時期に萩原さんと女優の藤真理子さんの浮気疑惑が噂されており、さすがの石田さんもここまでは許せず、1984年3月10日離婚されたのでした。石田あゆみさんは1948年3月26日生まれ、現在76歳の女優です。女優や歌手として様々なドラマや映画に出演、近年では2020年にドラマ「安らぎの膝」ドに出演していました。そんな石田あゆみさんの再婚相手とは一体誰なのでしょうか。また森進一さんとの関係も気になりますよね。結論から言うと、石田あゆみさんに再婚相手はいません。そもそも再婚もしないようで、それには過去の結婚歴が関係しているようです。以前の結婚生活では相当苦労していたそうで、そのため再婚には慎重になっているとのことでした。石田あゆみさんが過去森進一さんと付き合っていたという噂があったそうです。というのも、石田あゆみさんは1969年にバラエティ番組夜のヒットスタジオで理想の恋人を占ってもらったことがありました。その際に理想の恋人として森進一さんが選ばれ、石田あゆみさんは直後の歌唱で号泣してしまったそうです。そんな石田あゆみさんの涙を森進一が拭っている場面もありました。そんなことでお付き合いの噂がありましたが、事実ではないようです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。